ああ。はい、本日も一発 X イベントを行っていきます。今日は今のところ22名ですね。かなり多い。今日ちょっと帰り道でヘリに寄ってきたんですが、誰も来れませんでした。少し松本さんとクロス君が来てくれてるぐらいかな。24人もいますね。24人いたら 3-on-3 すらできますね。いっぱいいて嬉しいです。まあ 2-on-2 でいいかな。 2-on-2 やりますか。今から誰か来るとかいれば教えてください。
はい、お待たせしておりまーす。まあ、好きな人と組んでください。好きな人と組んでください。バイパー入れそう。皆さん、好きな人とチーム組んでください。2 on 2です。これで組んだら教えてください。残りの人はくじ引きにします。やや時間押し気味なので皆さんご協力をお願いいたします。クロス君、そこは座んないで。そこ座んないで。ごめん。チームお見事。
ムレ君も誰か誘ってチームを組んでください。いっぱいいるでしょ、誘いづらい。いやそれね、はい、まだチーム組んでない人、こちらに、チームの申告をお願いします。ね、今のところ20僕が抜けるんで、はい、チームエントリーこっちに受け付けております。余った人はくじ引きになりますよ。ストーン、ここだけ決まってます。はい、チーム組んでください、チーム組んでください。今なら、うん、いろんな人を誘いますんで、チーム組んでください。もういいですか、好きな人と組めなくなりますよ、くじ引きしちゃいますよ。バイパーさんはエナリさんが勝手に組むって言って、皆さん出らんない出らんない、川島さん書いてあるよ。誰が一か対決、調子口、はい、皆さんチーム決めてください。誰でもいい、阿部君は、今ならまだツイートも残ってるよ。してない人は勝手に組んで OK です。山内さんは
2 on 2で今のうちに好きな人と組んでください。左側がまだ決まってない人、エリアグラさん組んじゃう？ OK、はい、まだ組んでない人、じゃあそろそろランダムにしちゃうよ、いいですか？グリグラさんはガマチチさんとペアになりました。ガマチチさんとペアです。はい、声かけづらいとか言ってないんで、みんな声かけてチームを組んじゃってください。 2 on 2です。エントリー受け付けてます。まだチーム決まってない人、テ・エクスパー、カワシム、トーコン、ペコ、オロライン、トモザ、アベビン、エドのメンツが余っております。2 on 2で今チームを決めてもらってるんですよ。まだここにいる人に声かけてチームを組んでください。アメリカ、あ、来てないからいいですよ。オッケーオッケー。残ってメンツ強いね。じゃあもうくじ引きしちゃいます。よろしいですか？くじ引きしちゃいますよ。
はい、チーム決まりましたのでトーナメント表を作り始めます。もうエントリー締め切っていいですか？いいですか？
はい、じゃあ配信席これで終わりです。はい、やるよー。はい、お待たせしておりまーす。はい、はい、決定、はい、決定しました。トーナメント表貼りまーす。てか皆さん、あの音声聞こえてますか？大丈夫？大丈夫かな？やるよー！ノジアイ好きなのはわかるけど。決まった！はい、このようになりました。このようになりました。ガマチチグリグラからいきます。ガマチチグリグラ対テカワシム。いやいや、最初は好きな方人と組んでたんですよ。最後余ったんですよ。結果論がすごいなんか意図的な。いや、ここからくじ引きだから、で見てください。残り6人の時にガムシャルジャパン、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 どうなってんすか。ガムシャルジャパンしかいなかったっすよ最後。なんで僕が組むんですか。はい、やりますよ。ガマチチグリグラ 1P 側です。ツービーガーテカワシム、始めていきましょう。ガマチチグリグラ、グリグラさん、ガマツチさん、相手ダルダルです。やるよ。先方は申告で、先方は人とキャラを申告です。で最近よくやってますけども、キャラクター自由です。毎回変えて構いません。誰、負けたら終わり。一回トーナメント。OK。はい、では座ってください。はい、それでは。はい、それでは始めていきましょう。盛り上げていきましょう。なんかね、こんくらい明るくなればいいかな、見えるかな。先方はガマツチベガ VS カワシムが先方。今日は一発トーナメントです。開幕ダブルにチョップが速い。あの技も実は隠れた二振れ技、速い。ちゃんと重ねないといけません。さあ、カワシムの画面端、お、うまく逃げ出したがダブルにめり込んで掴まれて、ファイヤーファイヤーファイヤー、タッチマッチ、なんでもいいよ。ダル多いですね。多いか、多くなくない。2人しかいないよ。うん、あの勝ってる間はずっとそのキャラでいってもらいますんで。はい、次の試合、ミヤ・ウネが 1P 側、長州グッチ 2P 側です。今日一発トーナメントです。さあ、出てくるのはグリグラ・フェイロン。グリグラがうまくいったと思ったら、おーっと、これは
あそこの範囲でも掴めちゃう。めくって密着、弱攻撃2回レンガーでも入っちゃう。曲げ前が非常に広い。逆にフェイロンは一番狭いクラスですね。まあこのゲームなんだなんだ投げ前重要です。あー、インフェルノ出なかったら死んだ。よく前飛びしていた。うまい。さあ2ヒットつないで、このレッグも見えている。フェイロン戦には自信あり。カワシム、いい支援客。テレシムで逃げら、おっとこれはついぞ。どうなる。うわっ、あっ、おお、グリグラやりよった。ちょっとドヤ顔ですね。さあ2体目もダルシムなのか。でもダルシム、さあダルシムを倒したらダルシムが出てきたでござる。さあグリグラ、先ほどとは全然タイプの違うダルシム相手にどうするかが、かなりグリグラペース進んでいる。さあ技が一個一個強い。うまい、これ引っ掛けてダウン。掴み返す、広すぎる。今のはちょっと広すぎだろ。さあ中京と当たって、これは結構まずいんではないか。テーダルシムのペース、しかし絡み方がうまい。またしてもテレポ、カワシム先生ありがとう。テレポ絡まれる前にいなくなってしまえというやつですね。ファイヤーが当たって、さあグリグラピンチ、劣化一発。さあミノモン、いい飛びだがインフェルノが狙い。さあいい勝負だが、あっうまい。うわー、グリグラ勝負強い。これはすごいな。さあジャンプ中キックベジット当てて、先ほどからペースはダルシムが握っているが、あまりでかいことも起こらないうちにグリグラがちょっとずつ取り返している。しかし寄れない、これはきつい。うおー、すげー、これはすごい、これはびっくりですね。勝ったのはグリグラ、なんと2盾。グッチさん試合だよ。うねみやです。キャラクターも自由でございます。が先方もは、先方はキャラ申告、キャラ先方、キャラキャラ帰る、 OK。はい、それでは座っていきましょう。さあ先方はウネガイル VS 長州剣になった。さあ膝つかみが入っている箱があるぞ。ナイス様、今の場合は中盤差も入ったかもしれない。スタブが当たって、スタブが当たって、
さあここからもう守り切る気満々のオレガイル、まあそれを分かっている長州ガンガン波動打つ。おっと連覇対空で逆転、波動波動うまい。いやすごいですね。さあ開幕の連キャン飛びをしっかりとがめてソニック当たって画面端、おっと狙いはいいぞ。波動拳が出ないと言っている。さあやばいところで踏んだ、膝つかみヘレ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 、あーとコンボいけず、昇竜ぶちかまして、波動レッパー、まあ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 、あれぐらい遠ければ安心して打てますよね。大丈夫大丈夫、ダブル抜けます。さあ出てくるのはミヤが剣ではなくザンギを選ぶ。負けたら終わりだぞ、大将ザンギ危ないぞ。さあ持ち上げてスクリュー入って、これはやばいんでは。さあミヤザンギがなかなかいい動きして、犬が投げる、これは温まるやつですね。さあ温まって走ったら飛んでいた。開幕剣が残念に飛ぶかね。さあサブキャラだからといって舐め切っている。暴れスクリュー、もう一つスクリュー、おスクリューできるじゃんぐらいの余裕ですね。スパイルでしょ。さあ、というかこれ皆さん見えてますか、大丈夫、音声聞こえてるかしら。おファイル入った、受け身がない、ナイス昇竜、しかしスクリューが入って、これはやばい。お三宅、あーはっはっさあなめすぎでしょ、膝やろうとしたら投げが出た、それ以前の問題です。いやグッチがにこやかにかぶせていく。僕は本田とブランカで迷っていたが、結局ブランカを選択。グッチブランカかなり強いですからね。さあスライディングにダブラリが当たる、 あれはあいつになりますね。もうちょっと引きつければ一方勝ちします。うまい、あさあこれは対空がむずいんです。いやー一回削られて、最後のリング、次の試合2回転倉橋が 1P 側、シューモミオが 2P 側です。おバニーシンがめっちゃ近かった、おーやばい、今の危なかった。さあローリング味を占めた、おーあー寄れない。
や、ここジャメイカ倉橋さんやってる。僕らワンピガです。シューモミオツーピガです。でマイク頼みます。え、キャラ自由なんすよね。ワンピーが、ワンピーが二回転倉橋チームで、はい、2P がシューモミオチーム、はい、1P 側は決まりました。あ、2P も決まりました、はい、じゃあお願いします。じゃあお願いします。二回転倉橋対シューモミオってなかなかのカードですね、これね。キャラ、いや、キャラ、あれ、キャラも申告。あ、でもまあはいはいはい、はい、OK です。 OK です。まあ、もみおは残儀そうですね、はい。それに対して倉橋ガイル、ガイル投入。ミカさんがやめてって言ってます、ね、サマーまだ出す。しかしこっから全然あるのがガイル残儀という感じがしますけれども、もみをあとワンタッチで倒せる体力にはもうなっているが、この倉橋の牙城を崩せるか、ね、ここから全然ありそうですね。相打ち取りたい感じ。そうですね、相打ちでもいいからちょっと当てたいというところが、それを読んでのソニックだったが、さすがに画面端なかなかのダメージっていうのは難しそうですね。さっきの1ラウンド目最初のね、サマー2連発が確かにさすがにでしたが、お、ダブラリが中足に引っかかって端っこに持っていく。これはあるか。あ、おお、もう見よう。さあ2回転さんがキャラを悩むか。これはうそうですね。あ、でもバイソンでいきますよね。まあ、まあ、悔いがないね、キャラクターをということで、まあ悔いが残るぜということで、はい、まあ、その後シュウさんいますね。そうですね。さあニカスさんはこの組み合わせ残儀有利と言ってはばからないですが、実際はどうなんでしょうか。1ラウンド目はかなり2回転の完封してる感じですね。これ見てるともう、あの多芸の人とかね、その X 初心者の人が、え、いや、これ無理じゃないっすかみたいな。え、あれ強くないっすか。そう、ダッシュストレート出してるだけじゃんみたいな。いや、出してだけなんだけども、だけどっていうのがね、やっぱ見えちゃいますよね。だ、危ねえ。ちょっと早かったが、まだガード中でしたね、今ね。そうですね。さあ、止めて、さあ、伸びる。グランド、グランド。行ってからグランドですね。グランド。なるほど。さあ、シューさんで、まあ、バイソンなんで、普通に剣ですよね。そうですね。キャラ相性だけで言えばやはりバイソンに分があるとは思いますが、剣にはワンチャンがあります、はい、あるという掴みがあります、はい、あ、
あ、足払いが見えてた気がしますが、さあおっとヘッド失敗かな、今。さあシューの昇竜拳が冴える、膝壊すから投げ、ストレートに行けましたね、シューさんが1本。さあこれでシューもみおチームリーチ。さあ竜巻2発当たって一文字も当たっている状況、ピオリーチだったがなんとか危機を回避、足割り当たって、さあタク3ヒット、これは痛い、コパンコパンで落としたのはまあまあ対空できただけで OK でしょう。さあ2回転いくしかない状況だが、結構あと一発、あ、違うのが出ていた、モーションが見えていた、クレイジーが出なかったようです。ではシュウモミオの勝利で、次が 1P がひとし松本さんとハイジンさんで、 2P がエクスパー友田ですね。はい、 1P がひとし松本ハイジン、 2P がエクスパー友田でお願いします。ニカさんどこ行った、二回転さんがいない、 いるよ、そこにいるよ、あ、いたいた。キャラクター先方と、あ、誰が出るかとキャラクターは申告でお願いします。キャラは、毎回自由、毎回自由、はい、2P は決まってますね、 2P 決定だそうです。 1P がどうするか、メインキャラだけで言えば竜フェイロンですかね。あ、 OK です、 1P OK、 1P も OK、 始めてください、 1P も OK、 はい、では始めてください。 1P 側はひとし松本が座る、 2P はエクスパー、エクスパーさんですね、はい、お互いメインキャラ、これハイジンひとし松本チームはエクサーの時も組んでましたね。あ、そうですね、ちょっとそういう流れのチームですね、はい、さあおそらく、まあ、友座大将と呼んで、ひとしハイジンチームはハイジン竜を後ろに置いたという、戦略だと思うんですが、真空でくちゃくちゃにされてますね。そうですね、ここは冷静に、冷静に行きたい、はい、冷静に行きたい、そういうこと、そうなんですよ、これまあ繋がってないけどね。え、繋がってなかった今、アッパーレッカーは繋がってます、あ、飛びからアッパーが繋がんないと、そうそうそう、ああ、これはグリグラさん組み合わせ的には、いや、まあ竜は有利だと思いますが、まあまあ全然フェイロン、あるカードかなとは思います。竜巻が烈火の3段目が上方向にまあ強めなので、まあ竜巻もまあ敵はもちろんね刈られるんですが、さあこれ、まあこれ今の台じゃなかったら投げたか今、結果刺さる、どうし松本、結局ストレートですね。里友座さん、でベガでいきますねさあ 2P 側大将友座ベガ、友座ベガ、フェイロン戦は多分かなりやっているので知ってはいる動きをしてくれるはずですが、一回引っ掛けられちゃうとベガ側もかなり面倒くさいと思われるので、でも慎重に離れながらやりたいと、そうですね、ダブル 2A とかで引っ掛けてそれでどうにかしたいというところ、あ、ここで下がりましたね、そうですね、この逆にベガは投げ返し友澤さんはうまいと思うんですけど、うまいですね、はい、逆に言うとそれがないと切り返し手段に乏しいので、もうそれが必須の、まあ、スキルというか、
なるほど、はい、まあ、ゲージないときはそうですね、まあ、ゲージあるときも甘えたパナシはバックジャンプで刈られちゃうんで、あーなるほど、はい、結構だからレッグの後に話してくるベガは言っておきますけど、まあ美味しいと、はい、バックジャンプ中キックで、はい、未だやってくれるベガいるんで、ちょっとこれはよく見るやつ、よく見るやつ、これ、はい、下段これがめんどくさい。さあ、人は死にかくか、さすがにそれはそうだな、画面端、うん、ちょっとまあ今のタイミング的にはジャンプ間に合わないかなっていう感じはでしたね。ベガのジャンプが速くって、で真剣の発生が遅いんで、ね、甘い重ねになると飛べちゃったりするんですけど、今のは多分無理でしたね。さあこういう差し込んで置き攻め、逃げつつ削る、はい、さあここは燃えてしまって、あ、おうまい、お釣りを入れた形、投げ返しでめくりか、わかんねえ、ヘップレも表裏みたいな感じでしたかね、ちょっと今のはホバーもわかんなかったんですけど、はい、プレスもわかんなかったです。そうですね、でどっち落ちるかもわかんなかった、どっち落ちるかもわかんなくて透かしての投げというね、あそこなかなか難しいところですね。さあ廃人流、お、出川戦もやってきているのか、まあやってますよね、それはこれだけいつもやってるし、ね、まあ今もうやる気も全一に近いっていうぐらい、そうね、この関東にはまあ大体いるというイメージが、関東大体いますよ、はい、何曜休んでるんだっていうぐらい、はい、そうですね、うまい、上げ返す、配信が、配信が1本取る、アッパー耐久が使って、あ、波動、波動置いとく、投げからホバー、これは繋がってますね、これはベガはこういう、こうワンチャンでこう持っていける気持ちよさはあるかなと使っていて思いますが、そうですよね、はい、守りがやっぱり難しいので、そうですね、はい、確かに、これは痛い、より位置の状況、ボス投げたら、どうだ、ナイスガードだが立ち中継か、大警か、大警、うん、いやー、廃人竜も結構いい勝負でしたけどね、最後が、次が 1P 側がクロスアゼで 2P がトーコンペコですね、なんかガムシャラジャパン的なチームがあります、ガムジャパンなんですね、先方の方は申告お願いしますね、先方一応キャラが自由なんでキャラまで教えてください、あ、分かりました、 2P は大丈夫です、 1P はいかがでしょうか、今日トーコンさんからお土産もいただいてます、 1P OK 2P も OK では始めてください、はい、お願いします、すごい、これチョコボール、あ、チョコちゃんですね、はい、今日は、あ、さあ先方クロスフェイロン、はい、クロスフェイロン今日誕生日ということでおめでとうございます、はい、クロス君おめでとう、ご褒美5段サイズ早速入っている、とりあえず抵抗からのプレゼントなのか、これが、そうですね、誕生日プレゼントで 6,、はい、6割どうぞみたいな、これをここからは流れで、そうですね、あとは流れで、今のヒット確認できるとまだだが、誕生日か、勝ちたいですね、誕生日は勝ちたい、あ、誕生日勝ちたいですね、クロスさんが欲しいものリストを上げてたので、あ、そうだった、はい、上げてました、見てなかった、ツイッターで、はい、カラコンが入ってたんでカラコンをちょっと買ってあげようかなと思ったんですけど、ああ、なるほど、
ちょっとさすがに、さすがに、はい、さすがにリアルな迷惑になりかねないなと思ってやめときました。さあ、わクロス画面端でネタを殺ししようとしたが、クータセ逃げられる。これは実際、はい、ケイロンきついですよね。いや、きついとは思いますが、うーわ、ピヨッタプレゼントならず、1ラウンドだけだった、ペコ。さあ、アゼ大将、アゼエクサーチャンプですね。はい、チャンプ、さっきのね、モミオチャンプは勝ってますからね。もうしっかりやってますから、はい、もちろんアゼもそうですね、頑張って、ここはしっかり、ここはしっかり貫禄見せていただきたいところ。しかし、まあ、我々はアゼのチームに負けましたので、はい複雑ですが、さあ飛んでるが球が遅くて引っかかる。対空が潰される。TBS でしたね。さあ体力的にはほぼほぼ五分か。中足アゼチュウを振りまくるが、アゼチュウを、アゼチュウ出際に、出際を切られてますね。ちょっとペコケン S 剣がちょっと対策を見せた感じですかね。これがちょっと当て方を逆にしたかったんでしょうね。あ、どちらかというと、そうですね、ちょっと さっきのヘイロンはチュンリーに当てたかった、はい、けど、まあしょうがない。そうですね、ちょっとまあやっぱキャラ的な安定っていうと、チュンリーエスケンはどっちがっていうのは、まああるかなと。そうですね、ヘイロンがやっぱり逆に前に、あのクロスアーゼのチーム構成だと前に出てきそうな感じはするので、まあその対策でエスケンを出すっていうのはありだと思いますね。チュンリーだとワンチャンで全然いけますね、はい、やられちゃう可能性があると思うんで、ペイロンには。おーっと、これは空対球、素晴らしい、はい、投げに行った。投げ、手投げか。アゼチュウソニックの出際に台足が刺さって、画面端、これは厳しいか。しかしうまくしのいでいるアゼ。さあ、ね、波動の嵐、これは引っかかる。飛びから昇竜、中足はまあ OK というところでしょう、ペコとしては。今のはさあ、ここはサマが出せないやつ。サマ待ち、あー、裏切った。 TBS からしっかり確認、完全に裏切った。ってことで勝ったのがトーコンペコ、ペコチームですね。じゃあ、2回戦、次が2回戦なの。あ、私、あ、そう、ムナーリス 1P がムナーリさんとバイパーさん、 2P がガマチさんとグリグラさんですね。ニカさん代わってください。さあ、ということで、これはキャラ自由だからキャラも聞かなきゃ、キャラも聞かなきゃダメです ね。 2P は OK。 本番は X ゲーマーズ、ごめんね、反応しなくて。毎回変えていいです。もう一回貼りますね。じゃあ先方は申告をお願いします。キャラは、あ、それ P は OK。 はい、それでは座ってください、どうぞ。さあ、ムナーリリュウ対ガマチベガになりましたね。あ、ムナーリさん、リュウで、リュウですね。リュウも強いですからね。いや、ムナーリリュウは強いですよね。いや、大したもんですよ。
さあガマツさんが投げで押していく。なんかトメさんと似た感じの動きをします。あ、確かに、うん、すごい綺麗なタイプの。そうですね。あーはー、ベガはめくった後中中波動が入らないので。あ、なるほど。はい、まあ、幅が確かに。そうね、店長みたいにアッパンスローリュー決めたいんですよね。さあガマツシが拾った命をうまく使って、さあ昇竜アバで綺麗なタイプと褒めるところだ。おっと、さあめくりガード昇竜って、素直にますね。素直にいきました。あ、ここではうなり竜、なかなかいい動きだが、ガマツシが張り合っている。バックジャンプ、そうですね、さっきね、はい、グリグラさんがすごいすごかった、すごい大仕事でしたから、うえー、これチームメイトとして頑張りたいが厳しいか。あー、あー厳しかった。あの時落ちづらい。頑張ればしゃがみ強パンで落ちますが、ジャンプ強パンにされた時点で終わりになってしまうので、そうですね、見えるぜ、もう、はい、さあ、ゆっくりな読み合い。今さあ大将グリグラ、今なんかバルログあたりにカーソルがいたんでまさかと思いましたが、さすがに違いました。さあジャンプ中キックはピオリスが低いです。あ、2回で、2回で、なんだこれは。さあグリグラがたった2回の読み合い、スーパーハロー、もう一発でピオリぞ。もっと投げたのはムナリ、うまいですね。ナイスガード。ホンダ、そっか今 あれが、なるほどな、チュアしか入んないのか。そうっすね、そうっすね、そうっすね、しっかり。さあフェイロンなので、フェイロンなのでバイパーさんはそれでもフォークで貫きます。かっこいいっすね、かっこいいっすね。うわ、なんか潰してた。しゃがみ強パンをジャンプ強パンで潰しましたね。潰せる技は確かあれだけです。他の技は全部負けちゃいます。マジか。さあコンドルダイブで嫌がらせにしかなっていないが、これは本当辛いですよね。これ辛いですね。ペイロン、あの攻めても強いし待っても強いんで、で、あの、N コパハメがですね、先端の支援客で台無しにされるんで。これはなんか言ってたな、とあるヘイロンが、うん、名前は出しませんが、紫色でしょ。あ、あ、まあ、そうですね、あの、昔の紫色の方昔の旧、そうです。おぉ、ユーボーさんではないですよ。ユーボーさんではない、はい。おお、やめて、オッケー。あれは潰れるのか。さすがバイパー。あ、しかし歩いて寄った時にで、これが安定行動。さあ体力半分、支援が届く。ネック食らって勝負あり。グリグラマンと負けなし。さあ強いですね。じゃあ2終わりです。負けたら終わりです。すまんね。負けた。今日一発トーナメントですね、はい、アベビンオロナインワンピガです。2ピガ長州グッチ。アベビンさんワンピガ行ってください。じゃあちょっとグリグラさんと変わろうかな。試合が近いので。先方は人とキャラを申告してください。グリグラさん、グリグラさん、あ、行っちゃった。まあいいや。グッチさん試合だよ。グッチさん試合ですよ。
いました。グッチ長州です。さあ、アベビンオロナインという、そうですね、焼肉チームですね。あ、ちゃんこだ、ちゃんこチームです。 あのキャラは自由なんで、キャラまで教えてください。キャラまで、オッケー、キャラが自由なんでキャラまで、オッケー、ワンピーも OK です。はい、それでは始めていきましょう。ワンピーアベビンオロナインのオロナインベガ、スーピーガーが長州剣ですね。長州剣、はい。まあ、次も呼び出しておきます。ピロシセオが 1P、 シュウモミオが 2P です。ラウンド1ファイト。さあ、オロナインベガ、かなり遠距離戦が好きなタイプ。あ、そうなんですね。あんま寄ってこないですね。あ、さあ、つけ込んでいく、つけ込んでいく。やばいやばい、画面端ガクガクしている。あれは KOF の動き、屈伸ですね。屈伸ですね。はい。駒投げはされません。そう、まあ、そんなこと言っていたら、波動しました。さあ、全部つかみなのか、全部つかみなのか。2回でこんなに減る、投げ返した。さあ、オロナイン、こっからをもう行く気はねえ。いけない。お、バカ、うまい。横で、あー、逃した。全部つかみ。最初はアベビン、ほぼ膝でしたね。ジャンプ攻撃膝だけでしたね。膝、まあ大足もあったかなぐらい。うん、まあ雑ですよね。さあ、アベビンさん、最初はアベビン、アベビンの立ち回りのヤバさはみんな知るところ。そうっすね、うまいな、うまいな。見てから飛んでますね。反応がマジ早いんで。そうなんですよね。はい、玉よけもうまいです。玉よけはもうマジでうまい。さあ、しかし剣はこなんだ、安い。あ、でも結構迷うよね。迷うんですよね。あれ地上で投げられると結構まあ、ね、程度もあるんで、空対空で落としちゃっていいんじゃないかなとも思います。でもバックジャンプ攻撃だとその後離れますので、なんか、ね、前ジャンをすると前ジャンでなんかスカっちゃうみたいな。あ、なるほど。前ジャン大 K とかが割とそれはあるよね。めくりもあるんで、めくりヒットしてもう一回めくれそうな感じがありますね。さあ、ビンチさんが張り手押しで、これはダヤシ食らわない飛び。おお、コパンレンダ、コパンレンダ。コパンレンダがちょっと謎でしたが、お、完璧なタイミング。ダイヤシ波動がない。ズッキも混ぜていく、ダイヤシタイク。さあ、長州さんの例の蹴り技で誘うやつ。さあ、アベビンが残り一発遠い。うわ、出ない。マイカ長州粘った。これ時間がない。え、ガオが、さすがに今のは、今ガードがまずかったですか。ガードは完全にまずいですね。ああ、さあ、ここが勝ちですかね。これはビンさん助かりました。さあ、昇龍。さあ、しかし何食わぬ顔でやってますからね。そうですね。おお、うまい。これはお、なんか安いところで大ダメージになった。チューチュー繋がらず、長州勝ってがっくり。勝ちゃいいんだ、勝ちゃと。ピロシセオワンピーガーです。あ、間違えた、間違えた。
先方は申告お願いします。次試合です。はい、ワンピーガーも OK。 あ、次試合なんで同じやめといてください。相談しといてくださいね。さあ、ワンピーガーは、はい、ヒロシホンダ、ツーピーガーなんとモミヨが DJ お、しかししかし、あー投げ返し、岡間差し込んで、まあこれぐらいのレベルの DJ なら、はい、勝っておきたいところ。ああ、そうですね。さすがにサブの DJ はサブでね、いいですね。さあ、あとワンタッチ、球も相当打ちづらいはず。あー、しかし、あー、めちゃくそこれね、寄る必要がなかったっすね、多分。そうですね、そうなんですよ。飛ばないでよかったかなっていう。初足で鬼無双待機して寄ってきてからどうせ打つから、はい、それに対して100巻で終わりですね。はい、うまい。 DJ が結局あのコパコパの後に投げに行けないじゃないですか。そうなんですよ、本田には。だからそうなると結局球で端っていうか離れてっていうことにはなっちゃうかなと。さあ、さっきからスパコンが出せないもみを、ここは誘ったが、ここはうまく逃げましたね。そうですね、近距離コパンの後に光ったの見てから水ジャンで勢いを避けられます。ほう、見てからむずいですけど、ほうほうほう、意識はしておくべきです。あ、光ってなかった時はジャックナイフが漏れてるんで、うん、いいですね。さあ、大将はセオチュンリー。セオチュンリー、さあ、このサブの DJ でセオチュンリーどこまで食い下がれるかという、そうですね、ところではあるが、まあきついですよね、多分。はい、おお、抜けたが、これは間合いがちょっと違った。そうですね、でも、関東で、はい、先月の2段目で抜ける間合いで、はいはい、うまく抜けてくるチュンリーは背負うと抜きだけです。あー、2段目、そう、あの初段が使って2段目から当たる、はい、ね、あー、なるほど。そこはあのジャクルだと硬直解けちゃって、はいはい、当たらないんですけど、その場合だったらといって、あの今日やたら打ってくる人が多いので、はいはいはい、飛べねえだろっていうやつでね。歩き投げでピオル100K100 列でけえ、中足で仕込んであって 100K100 列、はい、そうですね。大将は集権、大将戦になった。さあ、シュウさんもモミオもここのところやっぱ大会で目立つ活躍をしているプレイヤーなので、そうですね、対して無冠の帝王と言ってもいいでしょう、セオチュンリー。そうですね、やってることのレベルの高さはもう、はい、見ればすぐ分かる、はい、まあ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 、誰しもが認めるところでしょうね、それは認めてますね、これは、はい。歩き投げに反応大パン、あー、相打ちになる。しかし相打ちで OK の飛びだった。さすがに周拳もやっぱりチュンリー戦は結構経験値がある感じです ね。ただヒデ対策でもあるので、はい、おお、ヒデ君はですね、あのセットプレーが非常に強力なんですけども、はいはい、差し返し逃げ術があんまりない、ね、あ、今のね、あの差し返しのあ あの一文字に差し返して大パンとかっていうね、今のこう見えましたが、垣間見えましたからね、はい、はい、まあ、ああいうことされると、はい、剣ももう好かれなくなっちゃう。そうですね、あー、いやー、ゲロクスイ、
ハードを打ってもまあ捕まりますよっていう心理。上は見ている。今のは円柱キックだと思って早めにボタンを押しましたね、はい、なるほど。あ、そういう駆け引きもあるんですね。今の間に合うか。あ、これは踏んでめくりつけてグーぐらいしてくる。グーぐらいということですね。あ、なるほど、背中蹴りですね。いやー、それは非常にありの選択ですね。背中蹴りは浮くまで5振りだっけな、結構遅いですよ。わあ、これはある。あーあー、波動に引っかかる。ジャズフォローだった。シューなんとか勝利。はい、トーコンペコー 2P がです。エクスパートモザ 1P が入ってください。はい、 2P OK です。 1P がも OK です。はい、はい、これが2回戦最後の試合、ガムシャラジャパンですね。ガムシャラジャパン対ガムシャラジャパンですね。はい、どうぞ始めてください。いいですよ。元ガムシャラジャパンらしいですね。元あの、入ったら最後抜けられないと噂なんですけども。あ、そういうやつです。なんか噂に聞くと勝手に加盟している。あ、そうですね。あの、1回でもチーム組むと加盟されることになってで、抜けるための儀式があるんですけども、はいはいはい、トーコンさんに勝ち越すっていう。あ、その試合をね、はい、やるかどうか決めるのがトーコンさんなんですよ。あ、行われない、実現可能かどうかというところですね。抜けられないんですよ。なるほど、そういうことですね。大変すごいいいシステム、厳しいオキテですね。そうですね、ヤクザの世界ですね。あ、そうですね。ちゃんとけじめつけろやと。けじめつけさせないっていうね。なるほど。さあ、昇竜昇竜。さあ、ペコが端っこで、うおー、しかしまだやってることが似ているぞ。ゼロノット波動拳を打ってみる。止まれるよ。コパ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 取ってる。打たなきゃいいのに。って思うんですよね。僕やっぱタメキャラとか、あの、あ、友達を使わないから、はい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 、打たなきゃいいのにって思うんですよね。そうですね、多分強い道着近いほど打たないと思うんですよ、はい、あそこは。そうですね、なんか自分もそうなんですけど、ダイハード止めねえんだろ、引っ掛けてやるよっていうね。色気出ちゃうんだと思います。だって相手それしか狙わないんですけどね。まあまあ、そうなんですよ。うわー、まあ、今のはそうですね、勝利出しても OK の連携、全くあの足払いに勝利拳が当たらないですからね、はい、さあ、じゃあこれで、はい、友田さんが2立てしたら、はい、ガムシャラジャパン抜けられるっていうこと。抜けられる、なるほど、にしましょうか。じゃあこれがもう急ぎの試合であると。まず最初の関門がかなり高いんですけど、はい、さあ、東西戦の後半戦でよく当たるこの2人。そうですね、トモザベガ VS ペコスーパーケン。うわー、後ろに行ってる竜巻。ベガはあれ落っこしづらいですね。そうですね、さっきも空達を、はい、なんかベガの後ろに、その要するに甘いタイミングというかやったけど、結局その切り返せないし、飛んだら引っかかるし、しゃがんで使っても助けキック入るが微妙だし。そうですね、うわー、ピレらないけども、厳しい、近い、この間合いが。さあ、これはガムシャルジャパンに栄光あれってやつ。いやー、あー、抜けられず、いい勝利。さあ、ペコに立て、トーコン、ここまで、0勝0敗ですね。0勝0敗、これが試合、けじめをつけさせないっていうやつですか。けじめをつけさせないやつ、はい、ガワチグリグラが 1P 側、長州グッチ 2P 側でお願いします。
その後の試合、シューモミオが 1P、 トーコンペコ 2P 側なのでお願いします。グッチさん、はい、両チームとも戦法決まりましたので座ってください。さあこれが準決勝ですね。お、ビーンさん負けたから座って。僕も座って、すぐ死んだんですよ。あ、聞こえますか。どうも、ビーンさんよろしくお願いします。はい、はい、準決勝です。長州さんとガマチジさんですね。はい、ガマチさんも、はい、かなり頑張ってはいるんですけども、はい、みんなね、うまくごまかして勝ってくるんですよ。あ、この辺ね、なんか経験値だけで勝ってくる、X での良くないところが出てますね。特にこのごまかしマシーンの長州さんがですね、はい、非常にさっきからやらかし続けて、はい、なんか勝ってるっていう、なんか勝ってる。ナイトメア、はい、ちゃんと行きましょう。強勝竜が出ない、で強勝竜があれ 100% ではないんですよね、勝つのが。お、今のはいい勝利、ね、今のはいいですね。年金が入った時に出る。さあ、さっきもオロナインベガを膝だけで、そうっすね、めんどくさそうに殺してましたが、投げしかやってない。あ、僕は今そのこの間にオロナインさんと長州生をちょっと話したんですけど、はいはいはい、そうですね、こう投げがほぼほぼ主体なんで、うん、そう、まあ一発目をこう暴れか投げ返しかとかちょっと決めるのもありだよって。いやー、ほら、はいはい、今日はつかみますね。なんすか、それでいいんですか。さっき勝ちゃいいんだよって聞こえましたけどね。勝ちゃいいって言ってましたけど、あの人はさんざんパレスチナのことをボロクセに言っといてこれですからね。それはね、どっちがエグいんだって話ですよ。さあ、グリグラがここまで大活躍中、勝っちゃいけないところ何回か勝っている。はい、まあ、グリグラフェイロも相当我慢強い、粘り強くなりましたね。なんか本当そのうまさがこう引き立つ感じがありますね。うえ、さあ、いい暴れだよ。あー、反応できてなかったけど埋められた。全部連キャンジャンプ。確かに、はい、フェイロンはキークリアッパーになれば落ちるってところがあるんですけども、はい、連キャンジャンプされるとその場合が作りづらいですね。あ、あー、かっこいい。まあ、こういうのもあるからね、長州さん、こうディスっても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 その後はまあまあまあ、まあ、うまいぞとうまい振りはできてます、はい、さあ、劣化拳、さあ、許さないよ。歩き支援さっきからよかった、はい、はい、バレている。見てない昇竜でしょう。まあ当たればさっきのコンボでワンチャンあるってことを考えると、はいはい、ありですね。よね、ありですか。さあ、グッチ大将でウキウキでかぶせに行く。おウキウキだぞ。 DJ フェイロンやろうぜ。さあ、いいカード来ましたね。いいカードですね。はい、グッチが DJ、はい、まあ2P 側のチームのコンセプトは、はい、長州さんが、はい、メインキャラで行って、はい、あ、グッチさんは負けたら、はい、サブキャラでかぶせろっていう、そういう指令が出てました。あはコンボができない、立ち回りはうまいのに。あ、でもこれ2人とも色はニカさん的に 2P オッケーなんじゃないですか。かっこいいですよ。 DJ この色かっこいいと思うんですけどね、僕、はい、うわっ、お、クイックもなかった。繋がらない。 DJ はなぜかフェイドの相模ジャパンが非常に繋がりづらいから難しいんですね。うわ、ナイスガード、マシンガンからバックジャンプ。これは
あーとうとう入っちゃった。入りましたね。ふざけんな。こういうので長州さんが喜んじゃうんですよね。そういうことですね。決勝進出は長州グッチ。さあ、シューモミオ対トーコンペコです。これはハワイから来られた人なんですか？ですかね。お土産、あ、お、トコさんもありがとうございます。いただきます。これ新婚旅行、新婚旅行、新婚さんか。結婚したんすか？あ、だった僕やっぱ同意でございます。新婚さんって言っちゃった。じゃ あ欲しい。これ大会終わったら闘魂組ってやりましょうよ。はいはい、闘魂さん、結婚されたということでございます。さあ闘魂さんおめでとう記念ですね。ハッピーマリアージュ。はい、さあ決まりましたよ。こちらもハッピー側が、はい、お、闘魂さんが初の出陣ですね、はい、どうぞ。新婚ジャパンですね。背を倒してますね。ワンピー側はストマックもみを、今度はザンギ、ツーピー側は闘魂チュンリー、新婚チュンリーです。お、美味しいやつが。ワンピー側はモミオシューというチームですね。はい。ツーピー側がトーコンペコ。あのチュンリーサマーも強いっすよね。あれは強いっす ね。あれこけるようにしたやつちょっと出てきてほしいっすね。ひどいなあ。さあ対決が、まあ、遠いんで。そうっすね。おお。さあここは冷静に。さあ引きつけた。はい。よく引きつけましたね今のは、はい、冷静でしたね。やっぱり新婚ですね。新婚さん、はい、余裕が生まれましたね。余裕が生まれましたね、はい、これジャマイカがハワイに見えてきましたね。はい、さあ、うわー、ここでもこれもいいやつだ。ダブラリ食らったら終わりなんですよね。さあ、ピヨッペ、スクリューデッシモ、やはり勝負強い。はい、さあ、このピンチューキックの反応は闘魂さん相当いいです。いいですね。バレたー、やってしまったか。表、あーっと、スクリューがラッキー。ダメか、あれ。おー、ダメ、ヒット。はい、はい、あーっと、いい攻撃。そこを逃すか、もみよ。あー、さあ、それではなかったか。さあ、ペコが出陣。ペコもここまで無敗。そうですね、もし東高さんが勝ってればかなりツーピが有利でしたね。そうでしたね。さあ、このままワンピー側は楽なくもみよがやっちゃうのもありですからね。そのままありえますね。ザンギに至ってはすごいですよ。このキャラやっぱあんま強くないので、はい、弱いとは言いません、はい、あんま強くないです。僕からしたら弱くないイコール強キャラっていう感じなんですけど、はい、最強キャラではないですね。そうですね、はい。あ、X ゲーマーズが闘魂さん、はい、結婚おめでとうって。おお、X ゲーマーズさんはかなり遠いところにお住まいですよね。モロッコです、ね。アフリカの西の端ですね、はい、西ヨーロッパ。めちゃめちゃ遠いですね。おっと、暗いもみからの、しかし昇竜拳。さあ、これは味はきついぞ。きつい、ダイヤシ入って、ダイヤシだけど昇竜いけず、昇竜暴れ。もみもみもみ、おー、あれ、おお、出なかった。さあ、もみおがリッチをかける。いい試合になってきたぞ。
闘魂さんの奥さんが、はい、チュンリーより強くないことを祈るみたいなことを書いてあるんですよ。今チュンリーより強いっぽいですからね。強いんですか。あ、でも一つ反対派みたいなこと言ってたような気がしたんですけど、うん、うわーやー、プラス王座当たりまくり、稽古が勝利。はい、さあ大将シュウケン、ケンでしょうね。これはね、僕はどっちかともおかしくないやつで、二人とも強い。キャラ的にはこれ7-3近いと思いますけどね。キャラ的にはね、だいぶ下がります。早いな頭が。ですが投げ受け身がないところをうまく使いたいところ。これでも勝利をお見合いは S 剣が勝つんですよね。うん、S 剣がまあ絶対に勝ちますね。はい、完全無敵ですからね。うわー、ごつすぎる今の。減った大事な打ち。 OK のペコさんが取る。さあペコもここまで無敗。無敗。9は負けたような気がする。負けてないかな。あ、さあアッパー、あのアッパーは実は X レースと同じ判定をするらしい。言ってましたね、僕それ聞きました、ねえ。言われてびっくり。え、あんな強いの持ってていいのこのキャラだと思うんですけど。立っても負け、あ、立ってもしゃがんでも強いですね。そうですね。さあ強勝利に、あー、さあ次はしゃがみ強パスをしっかり決勝進出は成功、闘魂チーム。はい、さあそれでははい、決勝は長州グッチがワンピガーですね。いや今ですね、ペコさんの大昇竜に周さんこうレッパ入らなかったのダメでしょって長州さん言ったんですけどね。決勝ははい、いいのを入れてくださいよ。3対3にします。3対3、決勝3対3にしましょう。3対3にしましょう。うん、どっちか片方が2回出ていいですよ。同キャラもあり、あり。2P は先方は、はい、了解。では、はい、上げていきましょう。3対3で行います。 3-on-3 でございます。はい、決勝戦ですね。もう一回やってきますね。ワンピーサイドが、はい、グッチリュウ、右がペコエスケン。伝統の一戦ですね、これも。さあ何度見たことか、はい、この二人、まあライバルと言っていいでしょう。いやこれペコさんが先方決まって、はい、もし長州さんでも伝統の一戦でしたね。そうですね、はい、さあこの二人なんと、はい、藤沢対川越なので、はい、めっちゃ遠いですけど。100キロありますね。100キロはないな。100キロはないですけど。でもよくここで当たってますね。当たっているという。おっと、強い。さあ、あれは近づいてるんですかね。はい、うわー、はい、ちょっと焦ったぞ。いいとウィーペコさん、はい、S 剣はそこまで1フレ早い。早いですか。今のも羨ましいですね。引っかかんないぐらいの時でしたね。さあ、だってだって昇竜確認してから、さあ埋めてアッパーで、はい、さあどうする。これちょっと関係ないけどヌルポガ君に見てもらいたかったな。
さあ伝統の一戦第2弾、さあ勝負は剣ですね。さあ開幕勝負、はい、飛んでくるのはエスケン、今の前落ちないやつ、あれは何にもないんですよね、何もないですね、大勝利もベーンって当たっちゃうんですよね、強勝利負けますからね、いやーペコが今アイドル、そしてアッパー勝利、あったのはいい勝利、常勝利になっている、端っこに行ったら終わりまである、長州さん地上うまいですけどペコさんもうまいですからね、そうですね、それにこの圧は厳しい、これ厳しい、うわ、はい、何まで通っておかしい、うわ、あそのバックジャンプ、あー当たらない、前入ってたら変わってましたね。さあ1本目は最初はグッチが出ますかね、はい、ペコビースティングトゥデイ、これはバイソンは、バイソンだとチュンリー残ってますからね最後に楽しむ、さあグッチさんなんだ、ブランカーか、まあ、エスケンにかぶせられるキャラっていうと、はい、分かりやすいのがダルシムなんですけど、あ、はい、ダルシムにチュンリーがチュンリーしっかりかぶさってきますからね、超やり込み以上じゃないと厳しくなっちゃいますもんね、いやー圧倒的、さあペコ強えてかエスケン強えぞこれ、さあうわちゃんと刺して投げようとしたら、いいやつがサイトが出てきた、坂道さんなんですかね今の、すごいなあ、ペコが超強い、ここまで無敗、なんといってもあの一番最初にダルシムダルシムチーム負けてますからね、あーそうなんですか、それ SK 生き生きしますよ、いやいや強いぞ、おっとちょっと違ったか、さあここからこれは端っこで、あー遅い、あーやべえ強え、じゃあペコちゃん、ペコ無敗、取った闘魂ゼロ勝で優勝、はい、おめでとうございます、新婚さんともどもおめでとうございます、はい、では闘魂さん、はい、ご挨拶欲しいですね、